南雲忠一中将が率いる第一航空艦隊の索敵の失敗により、日本艦隊はミッドウェー作戦で敗北しました。この時、従巡洋艦トネのカタパルトが故障し、4号機の発艦が遅れたことはあまりにも有名です。実は、この従巡洋艦トネは、2番艦ちくまとともに、日本海軍が建造した最後の従巡洋艦で、かつ最多の水上偵察機を搭載した航空巡洋艦でもありました。従巡洋艦足柄を見たイギリス人が、飢えた狼、今日私は初めて軍艦を見た、今まで私が見てきたのは客船だったなどと言ったように、日本海軍は従巡洋艦の高速性と兵装を大変重視していました。そんな日本海軍が主砲の数を減らしてまで建造したトネ型従巡洋艦とはどのような艦だったのでしょうか。今回は航空索敵能力を重視して建造されたトネ型従巡洋艦についてエピソードを交えてご紹介します。航空索敵能力。トネ型従巡洋艦について最も特筆すべきことが、水上偵察機の搭載能力です。基準排水量 11,213 トンの船体に水上偵察機を6機搭載しています。当時のアメリカ海軍の巡洋艦は水上偵察機を4機搭載していましたので、これを上回る有力な航空索敵能力を有していました。ただし、この代償として前級の最上型従巡洋艦では基準排水量 11,200 トンの船体に50口径 20.3 センチ連装砲を5機搭載していたところ、本級では50口径 20.3 センチ連装砲4機と1機減りました。日本海軍では航空母艦の艦載機を攻撃任務に専念させ、それ以外の艦船の艦載機によって航空索敵を行う構想を持っていましたので、主砲が1機減ったとしても水蒸気の搭載数の増大による利点はあまりあるものでした。ところで、トネ型従巡洋艦を見てみますと、主砲は完全部にまとめられ、後部は飛行甲板に当てられています。それまでの艦船では艦載機を露天軽視している艦後部にも主砲を設けていました。そのため、主砲発砲時の爆風によって艦載機の破損が多発していました。トネ型従巡洋艦では主砲を完全部にまとめることで、艦載機を主砲発砲時の爆風にさらされないようにする効果も生まれました。なお、トネ型従巡洋艦では格納庫はありませんでしたが、波浪によって艦載機が損傷するリスクがあることから、この後建造された大淀型軽巡洋艦では艦載機用の格納庫を設置することになりました。液層防御を採用。トネ型従巡洋艦は実は日本海軍の従巡洋艦の中でも最も防御力に秀でた従巡洋艦でした。まず、主砲が4機完全部に集中された結果、集中防御の範囲が狭くなり、装甲の厚みが日本海軍の従巡洋艦の中で最も厚くなりました。また主装甲板を内側にするというインターナルアーマーとした上で、その間に燃料タンクを設ける液層防御が採用されていました。液層防御はアメリカやヨーロッパ海軍で採用されていた防御方式ですが、日本海軍では珍しく、こうした特徴によって従巡洋艦にもかかわらず高い防御力を誇っていました。トネ型従巡洋艦でのエピソード。トネ型従巡洋艦はトネ、ちくまの2隻が建造されましたが、なかなかのエピソードを持っていることで有名です。敵らしきもの10隻に、ミッドウェーより方位10度240海里、兵装転換とともにミッドウェー海戦の話をすると必ず触れられるのが従巡洋艦トネの4号機のエピソードです。従巡洋艦トネのカタパルトが故障したため4号機の発艦が遅れ、アメリカ艦隊の索敵に失敗したのではないか、予定通りに発艦していたら索敵に成功したのではないかという話です。日本海軍第一航空艦隊の索敵計画では、従巡洋艦トネは3番索敵船、4番索敵船、5番索敵船を担当しており、航空母艦赤城、航空母艦加賀、従巡洋艦ちくま、戦艦春菜の索敵機と同じく0430時に発艦する予定でした。ところが、従巡洋艦トネのカタパルトが故障し、4番索敵船を担当した4号機の発艦が0500時と大幅に遅れてしまいました。この時、実は第一航空艦隊の進路の左前方からアメリカ艦隊の航空母艦が接近していました。
もし、トネ4号機が予定通り0430時に発艦していたら、アメリカ艦隊の進路と4番索敵船が重なり、その後、第1航空艦隊は待ち受ける運命から逃れたのでしょうか。このイフは、そう単純な話ではなく、実際のところはもう少し複雑です。遅れて発艦した十巡洋艦トネ4号機は、4番索敵船の規定進出距離に達する前に引き返していたのです。その上で、敵らしきもの10隻ミュー、ミッドウェイより方位10度、240海里と敵艦隊の発見を報告しました。ところが、報告した敵艦の位置は著しくずれており、実際の位置は 160km も南側でした。予定の索敵進出船より早く袋に入った理由も、位置がずれていた原因も未だ分かっていません。問題は、こうしたことは戦場ではいつでも起こる可能性があり、こうしたミスをカバーできる柔軟な計画を立案すべきだったことです。第1航空艦隊の索敵計画は、こうした点を鑑みると、敵を探し求める索敵ではなく、敵がいないことを確認する索敵だったとみなせます。第1航空艦隊は必ずしも索敵を軽視したわけではありませんでした。試作段階にあった2式艦上偵察機をわざわざ搭載したり、曹操を装備し航続距離を延長した長距離偵察仕様の97式艦上攻撃機を搭載しているからです。ミッドウェー海戦で日本海軍が敗北したのは、十巡洋艦トネの索敵にだけ理由があるのではなく、別のところに原因があったといえます。十巡洋艦トネのカタパルトが故障していなかったとしても、ミッドウェー海戦での敗北は起こるべくして起こったと言っても過言ではないでしょう。ザイドリッツの戦訓に鑑み、監視浮力の保持に努められよ。十巡洋艦トネのもう一つ有名なエピソードが、シブヤン海海戦とサマール沖海戦です。シブヤン海で日本海軍の第1遊撃部隊はアメリカ海軍第38任務部隊の攻撃を受け、大和型戦艦2番艦武蔵が大きく損傷しました。武蔵の損傷を認めたトネの真由泉艦長が、戦艦武蔵の援護を司令部に意見具申した結果、トネと駆逐艦が護衛することになりました。そしてトネが護衛任務を解かれ、舷隊復帰にあたり、武蔵に送った信号がザイドリッツの戦訓に鑑み、監視浮力の保持に努められよです。その後、トネはサマール沖海戦に参加し、護衛空母からの艦載機の攻撃を受けつつも、敵艦隊を主砲で射撃しました。そしてアメリカ海軍護衛空母ガンビア米を撃沈、沈没地点付近で漂流するアメリカ海軍の生存者を救助することはなかったものの、敬礼して見送ったそうです。砲撃やめ。こちらは2番艦ちくまのエピソードです。太平洋戦争初戦、昭和17年1944年3月のことです。ジャワ島の南南西を航行中、ちくまはオランダの貨物船メイモットヨートと遭遇しました。この時、駆逐艦部隊が砲撃を加えましたが、なかなか撃沈に至りませんでした。そこで機関である航空母艦赤城の後方を航行していたちくまが砲撃に加わりました。この砲撃は司令長官の許可を得たものではなく、ちくま独断の砲撃だったようです。ちくまの放った主砲弾はなんと赤城の頭上を飛び越え、メイモットヨートに向かっていったそうです。この事態にさすがの南雲長官も直ちに発砲を中止するように命令を下したそうです。結局のところ、射撃が中止されるまでの間の数戦車によって、目標のメイモットヨートは撃沈されたそうです。まとめ、今回は日本海軍が最後に建造したトネ型十巡洋艦についてお話ししました。トネ型十巡洋艦は主砲を全部に4機集中して搭載し、艦後部を飛行甲板と水上偵察機の駐機スペースとしており、第二次世界大戦当時は世界的にも珍しい艦型をしていました。しかも航続距離も大変長く、偵察機の数の多さもあり、機動部隊の目として活躍しました。大戦後はこうした配置を取る駆逐艦や巡洋艦が次々と就役したことを考えると、トネ型十巡洋艦の先進性が伺われます。トネ型十巡洋艦トネ・ちくまは機動部隊に付き従って数多くの海戦に参加し、歴史にその名を刻みました。これらの武勲艦の艦名は海上自衛隊の阿武隈型護衛艦に名前が引き継がれ、今も日本の海を守っています。
最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。